自身の名誉除隊証書を見せるアメリカ陸軍の五長名誉除隊とは、米国の軍人が軍隊を退役する除隊の形態の一つである。退役後は、不名誉除隊。アメリカ軍では、軍人としての勤務成績が、概ね良好で、軍法会議、または民事訴訟などの対象にならなかった場合に、退役時に名誉除隊証書が交付される。主幹でなければ死官制なので、 三年以上の軍歴を有する名誉助退者には全交渉も授与される。助退後の福利厚生、社会保障、年金をカバーする GI 法において普通助退よりも上乗せがあり、職業訓練や大学進学などの援助などの保障制度も手厚くなっている。また民間でもローンの金利優遇、手数料なしでワンランク上のクレジットカードへ変更などの 優待プログラムを用意する会社も多い。アメリカ社会では、軍歴が重視されるため、名誉除隊の資格の社会的認知は高く、名誉除隊となった際に交付される、名誉除隊証書は、州によっては、公務員や名誉職になるための必要条件や、優遇条件になっていたり、市民権審査で優遇されるなど、再就職やその後の人生に影響を及ぼすケースも少なくない。 名誉除帯の資格の有無は、アメリカ社会においては重要なものとなっており、試験などを通じて取得するものではないが、事実上は国家資格の一つとなっている。ありがとうございます。